せっかく死ななかったんだから、尻に頬かけて逃げればよかったのに。こう見えてわしは負けず嫌いなんじゃよ。それにな、若造が天狗になっておるのも不愉快じゃしの。へえ、それって僕のことじゃないだろ。そう聞こえなんだか。それはすまんかったな。お主が性格だけではなく頭も悪かったとはの。一度切られただけじゃ理解できないか。それとももうボケてるのか。短気じゃな。じゃがのお愛子じゃ、わしもそろそろ怒りを我慢するのが限界じゃからの。笑わせるぜ。この前は手も足も出なかったくせに。生きがるなよジジイが。剣ではなくその力にじゃな。空間属性らしいの。へえ、わかるんだ。姉がわかれば対処は可能じゃぞ。面白いじゃん。それじゃ正々堂々と僕と剣で勝負しようじゃないの。よかろう。じゃあ行くよ。バカがまた騙されやがったぜ。あ、嘘だろ。そんなつまらぬ騙し討ちをするとは、どうやら買いかぶっておったようじゃな。ジジイ、今何をした。そうか、見えなんだか。所詮は二流以下といったところじゃの。なんだって。二流以下といったのじゃよ。なめるなよ、クソジジイが。ではお主に剣の真髄を見せてやろう。刮目し受けるがよい。黙れ、雑魚のくせに偉そうにしやがった。どうやっても無駄さ。俺のエクストラスキル天眼は周囲の動きを300倍もの速さで認識できる。猛録したジジイの動きなど止まって見えるぜ。切り裂かれて死ね。いや、まだ見えてはおらぬな。そろそろお主の天眼にもわしの動きが終えるじゃろうって。何を言って。おもろ流水弾。体が動かない。いや、動けない。思考加速が切れない。終わりじゃよ。引き延ばされた時間を有効に使い、自らの悪行を十分に反省するがよいぞ。